トレジャーハント写真の場所を探せ。要は写真の場所を佐藤さんからもらいます、はい、でその場所をもう携帯とか地図とか何も使わず神奈川県内から探すという、ね、違う。何これ、何これ、どこ、何これ、恐竜、太古のやつら。どここれ、何これ。23万人って結構少なくない？その市ですね、市、厚木あたり、厚木、南に行けば。そうだ、じゃあ厚木へ向かおう。厚木あたり、だから3つのゲームに挑戦してもらって、はいはい、1つでもクリアしたヒントは。ああ、なるほどなるほど、はいはい。ラストのゲーム、はい、こちらです。懐かしすぎ、ワニワニパニック、懐かしすぎる。クリアしないとやばいぞ。やば、これ懐かしい。これの凄腕を超えんでいいですか？これこれ、はい、これ超える、いけんの。いや、いけんじゃない、基準が分かんないですけど。そうそう、分かんないんだよ、全く。殴って噛まれなきゃいいんだ。そうそう、噛まれるとマイナスなんだよね、確かにね。え、どう、じゃあ俺やる。はい、だって待って、これ同い年ですよ、俺ら。1988年生まれのゲームだし。マジで頑張ってくれ。はい、ヒントないとやばいから。ダビちゃんぞ。いいよ、お、すごい、いいよ。まだ何も触ってない、いいぞ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 、いいよ、いいよ、あ、いや、え、舐めてた。ジェットカトリング、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 怒った、やべ、こっからじゃん、こっからだ、こっからだぞ。いや、もう、いや、まだ一回も構えてないです。すげえ、すげえ、すげえ、すごくないですか。いいぞ、いいぞ。おお、やばい、やばい、やばい、一回も構えなかった。すごい、やった。一回もかい、これ最高得点ってわけじゃないんですかね。だってでも全部やったよね。えやった、だってなんならちょっとここ筋痛くないから。本気でやりすぎて、やったー、イエーイ。1個クリアしました。はい、激ムズだったけどね、他ちょっと遊びすぎっすよ、時間的に。ほんとだよ。いいじゃないですか。普通に、普通にここ楽しんで言うたら、今時間で言ったら2時間経ってるから、ヒント2個もらえてるはずなんだよ。今何キロだっけ。 19.6 なんで、30キロなんで、次が。じゃあ、あと10キロ走ったらもらえるんですよ。時間はクリアしてるから。はい、さあ、この中に数字が入って、はい、僕はもうあらかじめ作ったら、ね、いっぱい入ってます。はい、ちょっと待って、まとまってるな。すげえまとまっ、いや、折ってはないんだね。じゃあこちら、ババン、はい、24って結構後の方じゃない、考えるとしたら。そういう順番で入ってんの。いや、分かんない、ランダムでしょ、でもこれは。ちょっと24なんだ、頼むぞ。24もいらないね、もう折っちゃうよ。はい、送りました。はい、もうこれ、もう、これ、そういうこと。本当に？え、何これ？もう大和市じゃん。おお、超いいヒントじゃんこれ。大和市あったじゃん、さっき言ってたの。大和じゃねえとか言って言ってたな、あってたじゃん。やば、やば。俺ら予想力すごいな。いや、すごい。前回も。でも、ね、言って、でも今日は鎌倉とか、いろ、鎌倉以外とかでいろいろ言ってたからね。まあいろいろ言ってたけど、でも大和じゃねえは言ってたから。いや、これはすごいでしょ。もうとりあえず大和向かえばいいんじゃん。向かおうか。でも俺大体の位置しか分かんない、ね、いや俺も大和は分かんない。ナビもダメなんだよね。ダメダメ、これが大和以外ないよね、これ。え、神奈川って、やべやべ、ちょっと調子乗ってくる今。大和以外ないよね。え、ちょっと待って、それはある、それはあったらもう、そう、大和って書いて大和なんですよ、珍しい感じだから。何の和紙ないよね、平和紙とかないもんね。ない、大和以外ないよね、これ神奈川ないはずね。そこのアホ人が出ちゃったら、そこの知識ないぞ。いや、まあ、とりあえず大和行こう。オッケー、あと10くらい走ったらもうチャレンジできますから。次のヒントもらえるからな。よし、大和へ向かいます。大和へ向かいます。もう終わんじゃないか、次で。おー、次で終わる。結構今回あっさりめになるよ、そしたら。
って言って前回終わんなかったからね。そうだ川崎だやったーとか言って全然終わんねえから。いや敷絞れてもう別に広いからね。ちょあとねお腹も空いてきたんですよ。ちょうどじゃあ何か余裕持ってきた。ちょっとね、じゃあ、まあ、飯屋寄ってからぐらいでもいいんじゃないかもね。いや飯屋寄るのか。でも寄るとなると時間かかっちゃうからな意外と。ヤマトで何かあれば見つけたとこ入ろうよ、せっかくだし。うん、ラーメン食いたいね。ヤマトあるかな、ラーメン屋なんかあるべ。うん、ヤマト方面が分かんねえんだよ。そうめんですか。そうめんじゃない。そうめん、そうめん、ヤマトそうめんは分かんねえ。ないよそんなの多分。いやここめっちゃ面白かったね。一本取りに行きましょう。ちょっとね、一本というかもうなんか取れそう。なんで何の鉢。いやでもここ俺昔しょっちゅう来てたから。うん、高校生でここにイニシャル D やりに来てたのずっと。絶対に。あ、危ないっすよ、ちっちゃい子います。はいはい、はい、大丈夫ですか。気をつけないとね。ちっちゃい子いますか。そんなちっちゃくない。そんなちっちゃくない。言うほど小さくない。あれクリアしたいね。アレグリアですか。あれクリア言ってない。それなんだっけ。アレグリアでしょ。いやもういきなりこれ見つける可能性あるよ。だって本当にあんだけ目立つものが目に入ったら、うん、そうだよ、いけるよ、ね、だってあんな建物の中急に緑の距離があるんでしょ。 ってあと10キロ走ったらもうヒントもらえっから。あーもう余裕だ今日は。余裕だよ今日は。今日はもう余裕だ。早くみんなで帰ってそうめん食おう。そうだ家でそうめん食おう。涼しいとこ。そうおのおのそうめん、おのおのそうめん。そこは一緒に食わねえのか。スカイプでいやなんでだよ。パーティー打ち上げとかで。今日はそうめん嫌です。今日は早く終わった。確かに嫌だよ。今日早く終わったぞイエーイっつってパーティー。今食いたいだけです。涼しいとこでそうめん食いたいだけだから。俺すげえ覚えてんのがさ、すっげえ台風かなんか土砂降りの時にさ、あそこの食堂で君と飯食ったよね。え、食ったことあるけど土砂降りだった。いや結構雨降ってた覚えがある。そこにあのあれやるよ、ラーメン屋さん出た。行く。いや、いいっす。ニンニクパワースポット。我らの。いや、余裕動画には多分出してないけど。すげえ余裕よく行ってた。二郎インスパイア系のラーメン屋さんがあって、ラーメン屋さんの名前がニンニクパワースポットなの。すげえパンチ効いた名前なの。どういう名前なんだ、ヤマト。これ走ってるヤマトだ。さあ、2個目のチャレンジ。はい、これです。はい、ガリガリ君30秒で。30秒食べてください。俺、まあ、一人ずつ挑戦していいですよ。溶けちゃうんで。溶けちゃうんで。溶かして30秒でもいいっすよ。溶かして30秒。もしかしたら俺いけるかもしんない。そうだよ、今日お腹空いてるから30秒な。5、4、3、2、1、ゴー。あ、でも早い。あ、いける。いや、なんだいや、30秒もう10秒経ちますよ。待って、30秒は無理かもしれない。もう10、はい、15秒です、もう。待って、30秒無理だ、何してんだよ。もう20秒です、はい、急いで。はい、5、4、3、2、1。いや、嘘だろ。早食いとかじゃないっすよ。嘘だろ。ただ食べて筋となってるだけじゃん。何してんの、マジで。何、奥歯、銀歯、全部。何、奥歯が全部銀歯なんです。銀歯染みます。銀歯すげえ染み。何してんの。あー終わっちゃったよ30秒。30秒無理かもしれん。ケンさん買ってきてください、自分の分。あ、待って、これ当たりだけじゃ、もしかしたら。もしかしたら俺がこれ当たり出れば。出てないよ、残念。ちょ、買ってくるよ。買ってきたよ。なし。なんで味チョイス。いや、美味しそうだったよ。自分のエゴ出してるチャレンジに。なんでちょっとでもなんか美味しく食べようとしてんの。いや、負けてから。負けてから。いいっすよ。うわ、危ねえ。いやいや、嘘でしょ。落として30秒溶けんの待ってもいいです。またね。え、30秒って無理じゃないこれ。いくよ。はい、5、4、3、2、1、ゴー。はい、頑張れ。早い、いいよ。今5秒。いける。10秒。あ、やばい。やばい、10秒経過。15秒。いける。飲め。そうだ、これなんだよ、結局。暑いから今。やばい、25。25。6、7、8、9。終了。来たね。
アキくんは笑ってますよ、でも。いや頑張ってるアキくんはいいよ。ほっぺが死にました。ほっぺそんな柔らかそうなほっぺなのに。いや柔らかさ関係ないじゃん。うわぁ、ちょっとここでのヒントなしは。マジかよ、だいぶきつくね。でも走ってりゃ、あーパターンありえますから。もうだってほぼ大和市だと思っていいと思うんですよ、だから。まあそうだね。だからヒントはないけど、とりあえず時間は経ったけど距離があと15キロ足んないんで。そうなんだよ。だから、今30なんですか。今 30.9。 全然まだよ。だからあと14キロぐらい、まあ、とりあえず走りつつちょっと飯食いたいっす、俺。行きましょうか。だって昼飯ガリガリ食うんだよ、だって。それは困るね。今の感じだと腹減っちゃったよ。なんかラーメン屋さん入りたいね。ラーメン屋さんね。ガリガリ君急に食って変になってる。選んだ時みたいな。それ。マリオみたいな。ラーメン屋さん。キャラセレクトの感じでラーメン屋さんが出てる。でもなんかもうね、雰囲気は、あ、それか、写真をもう一回見よう。雰囲気はもうあります？もうだって雰囲気あるよね。まあね。登りがある。今よく見たら上りがあるよ。太鼓酒場って書いてある。レストラン酒場って書いてある。何それ。ダイナソー、酒場ダイナソー。だから恐竜レストランってこと。うん、よく見たら最初に見とけって話だよ。本当だ。で、上りがあるんですよ。上りが、上りは今止まってるから見せるね。上り、ちなみにオレンジ色みたいな感じ。止まってるから見せてもいい。全然見てくんない。建物はね、結構でかそうですから。もうヤマトはヤマトでいいですから。とりあえずヤマト行こう。まあでももう、なんか雰囲気はあるっちゃあるんだよな。とりあえずヤマトね。まだヤマトじゃないの。まだヤマトじゃない。あ、俺もヤマトだと思いました。そのすれ違いは今生まれてました。もうすでにヤマトついてると思いました。ヤマト郵便局ありました。はい、ヤマト郵便局。ちょっとヒント欲しいな、でもね、やっぱりさすがに。まあさすがに広いもんな。これはだいぶ広いと思う。腹が減りました。どこ向かってんすか、ケイさん。いやいや、どこ向かってない。大和駅の方向かってよ、とりあえず。どういうボケっとしてんすか。いやいや、何ボケーと。ちょっとありそうじゃない、ほら。そんな気はするんだよね、もうなんか。終わったら終わりますね。ほら、なんかこういうことさ。ヤマトン、恐竜じゃないの、あれ。ヤマトンは恐竜じゃない。サヤエンドじゃない。サヤエンドか、なんだ。ヤマトンってなんか恐竜っぽかった、名前が。もう終わんのか、これ、もしかして。どうする、大和駅行くか、大和スポーツセンターの方向かっていくか。でも駅前ないんじゃないの、あれ。ヒント欲しいな。とりあえず縦横無尽にこうやって大和行こう。まあまあ、それでさ、あ、そう。でも家があったんですよね、あの写真には。はいはいはい。で、上りがオレンジっぽい上り。オレンジ上りね。オレンジっていうか、まあ茶色っぽい、あんな色、あんな色。そこでいいっすか。いやいや、絶対中国料理、中国料理って書いてある。いやー、こっからなんだよな、いつも。やっぱ駅の完全近くじゃないのかな。怖いかな、駅の近くにあれあったら。ここら辺はどう。ぽいはぽいですよ、もう本当に。いつ会ってもおかしくない。3回目ですよ。3回目です。ここはちょっとも当てないと、もうヤマトの亡霊と化しますよ、我々は。本当だよ、やばいんだよ。ヤマトをただただ徘徊して終わりですから。はい、チャレンジャー。ぽいふるの味を当ててもらいます。ポイフルの味を当てる。え、ということは何味だろう。いけんじゃない、これは。俺ポイフル好きだから。え、全然わかんないけど。ラズベリー、青リンゴ、レモン、グレープ。あ、もういけるでしょ。余裕じゃないですか。あ、これ余裕でしょ。え、どっちが挑戦します。こう見せて食えばいいの。え、それはもうわかるじゃん、見て。バカだろ。あ、じゃあちょっと先盛りから。あ、いいよいいよ。外すかもしれない、俺自信ないわ。いやいや、いけるよ、これはね。ブドウかラズベリーか、ブドウか。いや、ブドウ何回言うんだよ。ケイさんが食べるのはです。何味があるっつったっけ。いくよ。はい、余裕じゃない、これ多分。そんなことある。ブドウか。ブドウではない。ブドウ、ラズベリー、青リンゴ、レモン。レモンか青リンゴだと思うんだよね。レモンか青リンゴ。青リンゴ。ブブー。嘘。ほんとに。真ピンクのラズベリーです。あ、これ当たんないよ。嘘。むずい。嘘、当たんない。怖いことやめてよ、これってヒントもらえなかったらだいぶやばい。もう終わりだよ。マジで当ててよ、じゃあ。頑張る頑張る。嘘、そんなむずいのかな。意識して食べないとむずいかな。じゃあ目つぶってください。はい、怖い。出たやつでみんなに見してね。はいはい、行きます。はい、飛行機、なんか飛行機が来ちゃう。
モールス信号みたいになったんですけど、いいですか、この飛行機に教えてもらったりしたいですか。見てないでしょ、こっちは。はい、いただきます。え、待って、むずい、これ。ん、もういい、直感で。はい、いや、もう1個でしょ、これ。何、頼むよ、本当に。ラズベリー。正解。おー、いやいや、これはわかるよ。え、やった、ヒント引こうぜ。うん、ヒント引こう。